はい、こんにちは、レトスの野です。今回は、卓建業開始までの流れについて解説していこうと思います。で、も12月になってですね、いつもこの時期になると思うことがあって、まあ私自身、12月の終わり頃だったかな。そのあたりから勉強を始めたんですね。まあ年も変わりそうな時に、卓建受けてみようかなと思って、まあ勉強を始めたことを今でも覚えております。もう10年以上前になるんですけれども、 マクドナルドに行って勉強を始めたってことを今でも覚えてますまあ12月終わりだったりとか1月の初めっていうのは年が変わるいいきっかけとなりますんで気持ち新たにして勉強を進めていっていただければと思いますそれでは卓建業開始までの流れについて解説させていただきますまずこちらの図を見ていただきたいんですけれども流れをまず大まかに確認しておきますまずはじめに免許を取得しますこれは卓建業の免許ですね 業業の免許ををを取得した後に営業保保証証金制制度度使うかか協会制度を利用するかどちらか一方を選んででその後に卓建業を開始すると、まあ、いった流れになりますでここで注意していただきたいのが営業保証金供託だったりとか保証協会に加入してから免許を取得するんじゃないよっていうところですね免許を先に取得してその後に営業保証金を供託したりとか 保証協会に加入したりとかする。この流れ。まずここは注意しておきましょう。頭に入れておきましょう。で、免許を取得した後については、営業保証金制度を利用するか、もしくは保証協会に加入するか、どちらか一方を選ぶ形になります。どちらも選択するってこれできないんですよ。どちらか一方を選ぶ形になります。で、多くの宅建業者が保証協会を選びます。で、それはなぜかというと、ここ、 見ていただきたいのは金額の部分なんですね。営業保証金の場合は、本店1000万円かかります。で、支店は1箇所あたり、1事務所あたり500万円かかるわけなので、本店と支店1個出店するだけでも1500万円かかってくるんですね。で、一方で、保証協会利用した場合っていうのは、本店60万円、支店は30万円、1箇所あたり30万円なので、本店と支店1個で、 90万円で開業できるんですね。まあもちろん、その他の事務手数料とかはかかるんですけれども、明らかに保証協会を利用した方のが安く済むので、保証協会を利用する宅建業者が多いと、まあ、いうことですね。じゃあちょっと一つ一つ見ていきます。まず営業保証金制度。こっちを利用する場合なんですけども、宅建業者は、供託上に対して営業保証金。これは本店のみであれば1000万円。 本店と支店1箇所設置するというのであれば1500万円。まあ、2箇所であれば2000万円ですね。これを金銭、もしくは有価証券を使って供託します。で、この有価証券っていうのは国債だったり、地方債証券であったり、政府保証債証券だったりします。で、ここにはちょっと書いてないんですが、宅券業者が営業保証金を供託所に対して供託します。で、供託した後、宅券業者は 免許権者に対して、まあ、免許権者っていうのは、都道府県知事、もしくは国土交通大臣です。免許を受けた知事だったり、国土交通大臣に対して、営業保証金を供託した旨の届け出をします。で、この届け出をした後に、営業開始、宅建業を開始することができるといった流れになります。で、一方、保証協会制度を利用した場合、この場合は、まず宅建業者は保証協会に対して、 弁済業務保証金分担金というものを納付するんですね。これは保証協会に対してお金を出しているので、教託という言葉は使わずに納付という言葉を使います。で、先ほどもお伝えをした通り、本店のみであれば60万円。支店も1箇所追加するというのであれば、プラス30万円。これを金銭のみ、金銭で納付しなければいけないんですね。 この分担金っていうのは、有価証券使えないというのが注意点なので、必ず頭に入れておきましょう。で、この分担金の納付を受けた保証協会は、納付を受けてから1週間以内に、教託所に対して、弁済業務保証金を教託しなければなりません。で、この教託するお金っていうのは、宅券業者から納付を受けた分担金と同じ額です。 つまり、本店のみであれば60万円。本店と支店一つであれば90万円。この弁済業務保証金を供託しなければなりません。で、この供託する弁済業務保証金については、これは営業保証金同様、金銭でもいいし、有価証券でもいいですよ。まあ、つまり、国債だったりとか、地方債証券だったりとか、政府保証債証券だったりとか、まあそういったもので OK ですよ。っていうことですね。 で、ちょっと少し細かい話になるんですけども、協託した後、保証協会は、この宅権業者が加入した旨を、免許権者、つまり、都道府県知事だったり、国土交通大臣に届け出をします。まあ、この宅権業者は保証協会に加入しましたよっていうふうに、免許権者に届け出をするということですね。これは保証協会が行うことです。で、その後、この宅権業者は、宅権業を開始することができると、まあ、いった流れになります。 ま、内容的には難しくないんですけれども、この順番ですね。流れをちゃんと頭に入れておきましょう。まず、免許を取得した後に、営業保証金制度を利用するか、保証協会に加入するか、どちらか一方を選びますよっていうところですね。で、営業保証金制度を利用した場合は、営業保証金を供託して、で、供託した後、宅建業者は免許権者に届け出をする。で、届け出をしたら、宅建業を開始することができるっていう流れですね。 で、保証協会制度を利用した場合は、宅券業者は保証協会に対して、弁済業務保証金、分担金を保証協会に納付をする。で、納付を受けた保証協会は、1週間以内に、教託所に対して、弁済業務保証金を教託する。で、その後保証協会は免許権者に対して、この宅券業者加入したよっていうことを届け出る。で、その後宅券業者は宅券業を開始することができる。という流れです。 で、注意点は、ここの赤文字の部分ですね。宅券業者が保証協会に対して納付する分担金っていうのは、金銭でしか納付することできませんよ。有価証券では納付できないので、この点は注意しましょう。で、弊社レトスは個別指導を行っております。まあ、この無料の動画とかではお伝えをしていない、理解すべき内容まで、個別指導ではお伝えをしています。宅券試験は、理解をすれば、1回で合格できる資格なんですね。 忙しい方であっても、勉強が苦手な方であっても、1日90分時間を取っていただけるのであれば、あなたは宅券合格できます。個別指導で勉強の進捗管理、わからない部分の解説、個別に対応させていただいて、二人三脚で合格を目指すので、来年絶対合格したいという方は、ぜひ個別指導をご検討ください。個別指導はこの動画の下の概要欄に URL 貼っておきますので、そちらからぜひご確認いただければと思います。 今からであればあなたに卓研合格していただく自信ありますので一緒に勉強できたら嬉しいです。あなたの受講をお待ちしております。レトスの小野でした。